兵庫県立尼崎小田高等学校は、兵庫県尼崎市長洲中通り2丁目にある県立高等学校。兵庫県尼崎市にある高等学校であり文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクールに指定されている。サイエンスリサーチ科、国際探究学科が設置されており、普通科の中には看護医療、健康類系が設置されている。尼崎小田高校は、旧小田村の地域に初めて設立された普通科高校であり、この由緒ある地名を取って1972年4月、兵庫県立尼崎小田高校と決定した。中西清の意匠によるもので、高等学校の生徒である自覚と誇りを常に持つよう、高の字を大きく重厚に金色で顕示し、その中央に小田の字を銀色で配して、校名を表現したものである。生活は簡素に、理想は高く英国の詩人、ワーズワースの詩から取られたもの。これを指導理念として、高い知性、優れた特性、強い意志と体、及び穏やかで豊かな心を持ち、人類、国家、社会に貢献する人物を育成する。普通科160名看護医療、健康類系40名、サイエンスリサーチ科40名国際探究学科40名。ありがとうございます。